東口小作駅は東京都羽村市小作第5丁目にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC59 相対式ホーム2面2線を有する地上駅で京上駅舎を有している。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している大梅駅管理の業務委託駅。自動券売機が設置されている。かつては緑の窓口が 校内に設置されていたが、2005年3月25日に廃止された。その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年2月27日を、もってそれも撤去された。JR 中央線と、大梅線立川駅青梅機関は、2020年代前半を、目処に、オレンジ帯の電車に2階建てグリーン車を2両、連結させ12両編成運転を行う。 そのため当たり駅は12両編成の列車が停車できるようにホームを延長する工事や信号設備改良などが実施される。2020年度の1日平均乗車人員は1万1900人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。東口には会社や商店が立ち並び、西口は閑静な住宅街となっている。 すべて西東京バスによる運行1.2番乗り場はロータリーの中3番乗り場はロータリーの外にある2番線の発車案内表示器表示器下部に時間が過ぎると表示が変わりますのでご注意くださいとの表示がある2009年度に西立川駅を除く立川駅を運営機関の発車表の未設置駅に同期が設置され先発 次初の列車の行き先や発車時刻などが表示されるようになった。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。